19日の午後、安倍総理は解散総選挙をすると言われています。そうなります。これは安倍さんのための選挙です。なぜ今か。今景気は悪いです。生活は苦しいです。物価は上がり、実質賃金は下がり続け、消費税は上がり、保険料は上がり、生活保護の基準は引き下げられ、介護は解約をされ、社会保障は切り捨てられています。非正規雇用は史上最高の数となりました。生活苦しいです。一部の人にしか恩恵は渡っていません。しかし今景気が悪い。しかしこれからもっと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 景気は悪くなります。景気がとことん悪くなっての解散をしたら負ける、そう考えて今解散をするのではないでしょうか。今よりも良くなることはない。解散、今ならまだなんとかごまかせる解散、そうだと思います。またちょうど2年前の12月16日衆議院選挙がありました。それによって誕生した安倍内閣、秘密保護法の強行採決、社会保障の切り捨て、消費税増税、原発再稼働へ向けての行動、原発と武器を売って金儲け、海外に輸出して金儲け、そして極めつきは7月1日の集団的自衛権の容認です。秘密保護法を強行採決し、そして集団的自衛権の行使を認めたわけです。来年5月にはたくさんの違憲立法を国会に出すと言われています。周辺事態法の改悪法案、PKO 法の改悪法案、自衛隊法の改悪法案、船舶検査法の改悪法案、もしかしたら米軍活動支援法といった一般法さえ出てくるかもしれません。国会の事前承認や事後承認すら要件とせず、新たな立法をなくして自衛隊を海外に出し戦争ができる、そんな法律が5月に国会に出てくる可能性が極めて大です。今回の選挙でもし安倍内閣が勝利をすれば、自民党が勝利をすれば、この2年間のことが全部容認されたと言って、さらに暴走を続けるでしょう。この先はさっき言った5月にたくさんの違憲立法を出し、海外で戦争できる国にすることです。今はまだ閣議決定のだけですから、まだ絵に描いた餅、これを実行させるための法律をどんなことがあっても作らせてはならない、そう思っています。派遣法の改悪法案も廃案になります。安倍内閣はこの派遣法の改悪法案に端的に現れるように、つまり一生派遣を可能とし正社員になる道を閉ざす、こんな法律を作ろうとしている内閣です。戦争と貧困を作る内閣です。女性の活躍なんて言いながら、解散によって自らこの法案も廃案にします。選挙目当ての女性の利用ではないでしょうか。国民の皆さん、もし安倍内閣が勝てば、戦争する国、できる国、貧困と戦争を作る国、そして失敗したアベノミクスをさらにさらにワニワニかけてひどくやっていく、そんな政治になります。国民年金、厚生年金の130兆円の積立金をかなり株につぎ込んでしまう、株価とそして支持率にしか興味がないんじゃないでしょうか。国民の生活、内需拡大をこの内閣は考えていません。国民の皆さん、戦後の選挙の中で最も重要な選挙となります。選挙へ行きましょう。選挙へ行って民主主義が壊されないように、民主主義の力によってやっぱり変えていきましょう。やっぱり平和が一番、そう思います。亡くなった土井貴子さんの遺志を引き継いで、戦争する国にしない、平和が一番、命が一番、子供たちや孫たちの未来の先に戦争と原発はいりません。
どうか選挙に行きましょう。そして安倍内閣をどんなことがあっても勝たせない。そして社民党は頑張ってまいります。